はい、それでは書いてみましょうかね。ロディアの無地に、これね、キャップはかなりしっかり後ろにグッと入りますね。そう簡単には外れないかな。これ結構書きやすいかも。しかもビルマの琥珀すごい、この色好きかも。結構ね書きやすいです。カリ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 しないですね。もうこのビルマの琥珀僕かなり好きなんですけど、どうですかね、この色すごい綺麗な感じ。ちょっとね、琥珀ってこれこうだっけ、琥珀なんて書かないからね。すごいすごい、ビルマの琥珀はおすすめですね。このエルバンのインクはカートリッジこれね、このカートリッジじゃなくてもボトルインクが売ってるんですよね。このビルマの琥珀もあるはず。これボトルインクでビルマの琥珀は持っててもいいかも。なんかそれぐらいね、ちょっと僕の中でこの色はヒットですね。なんか色しずくで言うと稲穂的な感じもねしますけど、稲穂よりちょっと濃い印象かな。
いいね。で、このカフェコの、クラシックスポーツでいいのかな。多分クラシックスポーツっていうねシリーズだと思いますけど、これもね結構書きやすいで、まあ、コンパクトなんで、まあ、ちょっと持ち歩くのにはいいですね。でこれはスケルトンでおしゃれだし、でしかもまあ、ステンレスニブだとは思いますけど、このね、ペン先のゴールドに輝く感じ、うん、これもちょっとポイントかな。うん、いや普通にね書きやすいんですよ。ちょっと逆さはきついですね。うん。あ、でもインクの途切れもないし、で特にねカリカリ感、なんか引っかかりのあるようなカリカリ感も一切ないです。うん、はい、カフェコーのクラシックスポーツ、スケルトンですね。ビルマの琥珀、エルバンのビルマの琥珀との組み合わせいいと思います。ビルマの琥珀を選んでよかった。このスケルトンと、ここのねところどころに出てくるこうパーツのゴールド感とこのインクの色も合ってるし、でまあ個体差がね、個体差がどのぐらいあるのかはちょっと分かんないですけど、とりあえず、これに関しては結構書きやすい、うん、でこれ Amazon でだいたい3000円ぐらい、プラス送料とかだと思うんで3500円とか、まあそのぐらいで買える万年筆なんで、まあ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 僕はありだと思いますね。ちょっとデザイン的にも一本持ってていいなって思った万年筆でした。うん、おすすめできるかも。